イチョウは西洋音楽における調の一つで、イ音を主音とする調調である。調合はシャープ3カ所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は自然調音界で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では異名同音的に変えられることがある。 18世紀中期から19世紀初期にかけて、当時の鍵盤楽器の調律法と、弦楽器の調弦法の都合によりこの調は、そなた形式で作曲できる楽曲の主張の限界と考えられていた。この調より、調合の多い調べ、例えば補調調では、第一主題に、補調調、第二主題に属調の露調調という調設定を、慣例的にしなければならず、主張、主題に、 土町長が避けられた当時は都合が悪く、そなた形式では補町長を主張にすることはほとんどなかった。したがって主張は調合が3箇所の異町長までに限られた。バイオリン演奏の際は AA、えー、音が入るので人差し指を E 線で前後させる必要がなく弾きやすい。土町長、二町長に並ぶ弾きやすい調べである。 古典派時代までの還元楽曲では、ホルンの音が、か高く、10倍音までしか出せないことが多かったので、単純な響きのする調べであった。そして、大声の響きが悪い調べだったので単独で、旋律を吹かせないようバイオリンとユニゾンか二人、一組で長い持続和音をそうする処方が基本であった。このように古典派の様式では、 還元学法的に制限の多い調べであったので、あまり多く書かれなかった。クラリネットには、A 管があり、B 管よりも柔らかく内省的な響きがする。モーツァルトは、この A 管クラリネットを好み、クラリネット曲を中心に、異常調の曲を多く残している。マルカントアーノシャルパンティエはこの蝶について、陽気で、牧歌的と述べている。マッテゾンは、輝かしくあるが、 非常に攻撃的と述べている。また、気晴らしよりは嘆き悲しむような情念の表現に向いているとも考察している。カテゴリー、胃腸腸を参照。ありがとうございます。